人生には人それぞれ心に残る思い出の歌があります。歌は道連れでもあり、また明日の夢でもあります。歌と共に歩む人生はワンウェイ。心の置き場所探し続けて、巡り合ったあの歌、この歌いつもいつの日も私は歌うことが生きること、人生はワンウェイ、私が決めたこの道、人生明日へ続くこの道。はい、皆さんこんにちは、カレンダー早くも7月に入ってまいりました。これからでですね、体力勝負の夏がもうすぐでございます。暑さというのは体力もかなり消耗いたしますので、どうぞ夏バテ対策なさって暑い夏をしっかり乗り切っていただきたいと思います。さあ、お待ちどうさまでございました。本日新民会をタイム、今日も元気にお送りいたします。明日花で頑張っております大道真子です。そして今日もとっても素敵なお客様ゲストを迎えいたしました。今回で2回目のご出演になります、この方です。大道さんお久しぶりでございます。はい、結城和明です。はい、どうもどうもお待ちしておりましたです。ありがとうございます。でもね、さっきもお話したけど、はい、1年以上も経つんですもんね。なんかもうそのくらい経ったんですよね。経ったんですよ。なんかすごい寒い時期だったですよ。そうですよね。うん、で前回いらした時は、はい、私石川県ってとっても大好きな場所で、ありがとうございます、片山津温泉の話を中心にそうでしたよね、片山津温泉ですよね。そうなんで、させていただきましたけれどもね、はい、今回から動画が、そうですよね、はい、ちょっと手振っていいですか。そうそう、不安の方大喜びで、もうその甘いマスクを、いやいや、とんでもない、後ほどは甘いお声の歌をねお聞かせいただきまいたしますけれど、まあ、石川県金沢ということでご出身がね、はい、また皆さんにちょっとプロフィールの方をご紹介しながら進行しますけれど、はい、私は今言ったように石川県の片山津が大好きで、ありがとうございます。今どこ行きたいですかって言ったら、はい、やっぱり片山津って言います、ね、あ、そうですか。いや、なんかもう本当にあの金沢を選んでいただいて嬉しいですね、石川県っていう、それだけなんか好んでいただくっていうのが。そうですか、嬉しいです。そうだから、はい、どうしてもお仕事で行ってるから、はい、ゆっくり観光巡りができないんですよね。まあそうですよね、うん、なかなかこう観光する時間がないんじゃないですかね。そうですね、そうですよね、お仕事で行かれてるから、ね、そうなんです。でも、ね、ホテルのお仕事でしたから。あ、そうですか、うん、半月なら半月もほら、はい、ホテル入っちゃうわけですよ。だから昼間はあるんだけれど、はい、パチンコばっかりしてました。そう、美味しいものとかあったんじゃないですか、食べ物とか。やっぱり生もの美味しいですよね。そうですよね、うん、もうお刺身とか、そう、おすすめなんですよね、僕も。あ、やっぱり、はい、でもお寿司大好きなんですよね。僕お寿司大好きなんですよ。どうですか、やっぱり向こうとこっち違います？いや、やっぱり日本海側、まあ、もう僕のふるさとは日本海側ということで、金沢ってそののどぐろが有名じゃないですか。はいはいはい、のどぐろがやっぱ僕大好きで。ああ、そう。そうなんですよ。まあ、あとはもうタコもイカも、まあ、何でも好きなんですけども。歯は丈夫なのね。歯は、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど。はあ。私エビ大好きなの。あ、そうなんですか。まあ、甘エビとか。あ、でも美味しいですよね。何でもエビは好き。そうなんですね。エビフライからエビの天ぷらから。でも美味しいですよね。美味しい。ええ。それでその金沢の方も、まあ、はい、昼間ちょっとあの暇があったので。はい。遊びながらちょっと見物はしましたけれど、はい、兼六園ね、はい、あそこ私一度行きたいなと思うのは、冬の寒い時期の雪の兼六園、はい、雪の兼六園はやっぱ情緒ありますよ、やっぱり、やっぱこの雪吊りがありまして、あら
まあ、雪は雪の、まあ、冬の良さもあって、またその季節によっての、うん、その兼六園の良さっていうのもまたありますけど、そうですよね、四季折々がありますからね。でも冬は本当にまたなんかちょっと格別に違うのかなって感じしますね。あ、でも寒いのが苦手なのよ。あ、そうなんですか。じゃあもう兼六園一周してすぐ帰ってきた方がいいかもしれないです。風邪ひきそうだわ。風邪ひかないようにして。寒いの平気？意外と僕はあのやっぱりこう 雪国育ちなので、あの寒いのは平気なんですよね。そうなの、でも夏の方が好きですけど、そう、ね、夏の方が好きなんですけど、ね、うん、あの雪には結構強い方かもしれないです、ね、いいな。でも本当一度、はい、本当に行きたいなと思ってます。ぜひぜひ。もう今ほら金沢って言っても、はい、ほら新幹線でビューンでしょ、すぐでしょ。そうなんですよ、もう関東から、東京からもう3時間ぐらいでもう行けちゃいますからね。昔はそうなんですよ、5時間ぐらいかかったんじゃないかしら。昔はもう新潟に一度出て、新潟から乗り換えて金沢に行かないといけなかったので、本当にあの大量さんがおっしゃるように、舞浜じゃなくて舞原、舞原か、舞原の方ですか、はい、あっちから私出た。あ、そうでした。遠回り、あの僕新潟の方に出て、で新潟から白鷹だったかな、なんかこう乗り換えして行かないといけなくて、交通の便もすごく悪くて、だいたいやっぱ6時間ぐらいかかってたんですよ。やっぱりね。だから今も新幹線が開通してもう3時間ぐらいで行っちゃうので、もうあっという間ですね。すごいわね。でもあと金沢というと見るとこたくさんあるでしょ。ありがとうございます。あの東茶屋街とか、まあ、東茶屋街ってとこあるんですけども、はい、まあ、そこがなんかで見たことありますよ。情緒があるんですよ。もう本当に金沢っぽいというかね。それは駅から遠いところ？いや、あの金沢って、全部その観光名所が駅から遠くないんですよね、あ、遠くないの。であら、いいわね。金沢のからその金沢駅から周遊バスっていうのが出てるんですけど、そこからもうその東茶屋街とか大見町市場、香林坊とか全部こう観光で回れるんですよ。あら、だからもう半日あれば、え、半日で回れちゃう。半日、もう一泊二日で金沢堪能できますので。あ、分かりました。ぜひ大東さんお越しください。分かりました。それじゃあれね、はい、ゆうきさんの空いてる日に私もスケジュール合わせますから、はい、あ、僕いつも空いてますから、不安の方に怒られちゃう。何言ってんだろうって怒られちゃいますよ。それでね、はい、全然話飛んじゃいますけれど、はい、その特技にモノマネって書いて、これモノマネ、これ特技なのかな、これ言われる。やっぱりそうですね、まあ、モノマネはもともと好きだったんですよ。そうなの。似てるか、似てるのと好きなのはちょっと違うと思うんですけども、でも特技となってますよね。まあ、特技ですよね。だからもう自分の歌謡ショーとか自分のステージなんかでも、ちょっとモノマネをやらせていただいたりしてたことがあったんですけども。そうなんだ、はい、誰が一番似てんの。じゃあせっかくなんでワンフレーズやりますか。お願いします。でも似てるか似てないかちょっと分かんないです。チャギ&アスカさんってご存知ですか。はい、知ってますよ。アスカさんが僕大ファンで昔から。編集長分かります。ご存知、分かります。はい、じゃあ似てなかったら、はい、なんか拍手起こしますか。似てても似てなくてもとりあえず拍手でちょっとよろしくお願いします。はい、分かりました、分かりました。101回目のプロポーズっていうね、はい、あのドラマがあったんですけども、はい、その主題歌でセイエスをちょっとワンフレーズやらせていただきたいと思います。はい、分かりました。余計なものなどないよね、あ、すべてが君と僕との。おお、拍手入りました。ありがとうございます。わあ、すごい。いや、一番冷や汗かきました。でも私思うけどモノマネできる人って、はい、基本的に歌うまい人だと思うの。ありがとうございます。だからやっぱりゆうきさんお上手なんですよ。いやいや、とんでもないです。もうでもこれ私もやるのたまに。あ、大東さん何やられるんですか。瀬川栄子さん。ちょっと聞かせて。もうやめとくわ。馬でやめとく。前に一度やったことあるんだけど、じゃあ今度やるね。今度聞かせてください。今日はほら、ゆうきさんのコーナーだから。わかりました。はい、それでは、はい、リスナーの方がお待ちでございます。はい、新曲楽しみでございます。ありがとうございます。それではご本人のご紹介でお願いいたします。はい、2月の2日に発売になりました僕の新曲でございます。金沢の夜、お聴きください。
そうでなのかも帰らない。今頃あなたは誰といる。せせらぎ悲しい朝の川、いやよいやです、これっきりなんて。にじむ街の日、優しく揺れて、女泣きます、金沢の夜。はい、結城和明さんの新曲で金沢の夜聞いていただきました。これね、自分のね、金沢ですもんね、はい、地元。そうなんです、僕もやっぱり違うでしょ、気持ちが。いや、 やっぱり今までの作品も、もちろん大切な曲なんですけども、やっぱり今回の作品っていうのは、僕のふるさとの、この金沢を舞台にした曲っていうことで、やっぱりちょっとまた思いが違いますよね。ちょっと違う部分がありますよね。でもやっぱりこの甘いはね、お声が。いやいや、とんでもないです。お顔も甘いけどね、ありがとうございますさあ、リスナーの皆さんお待ちでございます。この歌を歌っていただくのに、何かポイントをお願いいたします。はい、そうですね、この出だしなんですけども、歌ってこう出だしがすごく大事だと思うんですけども、こう今日で7日も帰らないっていうところがあるんですけども、ここはやっぱりこう歌いすぎないというかね、もうあんまり力を入れて、今日で7日もっていうような歌い方をしないで、もう優しく、もうその切ない女性の気持ちになって、今日で7日も帰らないっていうふうに歌ってもらいたいっていうのがまず一つなんですけども、あともう一つ、その歌詞の中に、いやよいやです、これっきりなんてっていう、この切ない、そこの女性の一番底の部分が出てる、心情が出てるところなんですけども、ここの部分は、いやよいやですっていう同じフレーズがあるんですけども、ここはちょっと表現を変えて歌っていただきたいなと。いやよいやです、これっきりなんてっていうところですね。ここをちょっと意識していただきたいんだなと。さすが役者さんですね。いやいや、とんでもないです。役者さんもやってらっしゃるんですもんね。まあ一応そう、まあ、素晴らしい言葉が生きてますもんね。ありがとうございます。そんな風に皆さんに歌っていただきたいと。そうですね、お分かりいただきましたでしょうか。最後は金沢の夜ってちょっと高いところが、キーが高いところなんですけど、ここはもう思いっきりもう歌い上げていただきたいなと。あ、わかりました。そんなわけで今ね、結城和明さんのポイントをお分かりいただきましたでしょうか。ぜひ、これをね、元に皆様のレパートリーの曲に加えていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。さあ、ここでスケジュールのお知らせなんかもしございましたら。はい、そうですね、このご時世ということで、ちょっとイベントが延期になったり中止になったりする、してる部分もあるんですけども、実はこの9月の19日、この今の金沢の夜、発売記念カラオケ大会が実はあるんですよ。わー、楽しみで、それが僕のふるさとの石川県の、鶴見町というところでね、クレインという会場なんですけども、そちらの方で決勝戦をやらせていただきまして、CD を実はこうご購入いただくと、その中に応募券が入ってますので、その応募券の中に詳しい詳細が入っておりますので、ぜひぜひそちらをチェックしていただければなと思います。ぜひ。それでまたそのお問い合わせなんかは、お問い合わせはそのレコード会社のトクモジャパンの方に、もう同封して送っていただくという形になっておりますので、よろしくお願いします。もう一人でも多くの皆様にね、ぜひご参加いただきたいいただきたいと思います。さあ、そろそろこのゲストコーナー、お別れの時間近づいてまいりましたけれども、番組はまだまだ後半続きます。ラストまでお付き合いいただくことにいたしまして、とりあえずここでゲストコーナーは締めさせていただきます。ありがとうございます。そんなわけで本日は、結城和明さんをお迎えして新曲金沢の夜ご紹介いたしました。またラジオの方でお楽しみください。続きましては話題曲コーナーです。ここはちょっと今日ね、ゲストの結城和明さんにお願いしちゃいます。かしこまりました。男性シンガー五郎さんの悲しみのオルゴールです。昨年秋にこの楽曲でデビューしました。それではお聞きください、悲しみのオルゴール。
はい、続きましては橋本明弘さんのコーナーです。シンガーソングライター橋本明弘の部屋のお時間です。さあ橋本さん、今日もよろしくお願いいたします。リスナーの皆様こんにちは。私の新曲心の絆で始まったこのコーナーのパーソナリティを務めるシンガーソングライターの橋本明弘です。早いもので今年もすでに半年が過ぎてしまいました。梅雨も明け、本格的な夏の訪れですが、皆様お元気ですか。さて今回のテーマ曲は藤原宏さんの長崎忍び酒をレッスンします。この曲はスローテンポの曲です。いつものようにリズム、発音、音程に注意しながら丁寧に歌いましょう。歌い出しの長崎、長崎は固有名詞なので感情を入れず、さりげなく。二度目の長崎を大きめに。オランダ坂のは運を強く、のは四拍伸ばします。雨を悲しくのかにアクセント、泣かないでは抑え気味に。次の泣かないでは少し大きめに、では四拍伸ばします。身を引いたはスタッカート気味に。あー恋だからはあーはため息で、だは二拍伸ばします。二度と会わない戻らないは高音ですが、あまり張り上げずに。後のいは四拍伸ばします。次の涙手弱のは少し大きめに、のは二拍伸ばします。忍び酒はのにアクセント、座の送りをはっきり。毛は4拍から5拍伸ばします。全体にスローテンポなので一言一言を語りかけるようにしてください。では次回のレッスンをお楽しみに。さて今月の曲は新曲のカップリング曲ぬくもりをお送りします。ぬくもり、私の大好きな言葉です。人間関係の中でとても大切なことだと思います。聞いてください。私にくれました。とてもシャイな贈り物、それは安らぎ、それとも優しさ。信じることは愛すること、教えてくれた優しいあなた。今日も私膝を抱いて一人そっとあなたの帰りを待ってます。さてコロナ感染の収束がつかないため橋本明弘のライブ活動を自粛しております。また再開時にはお知らせしますのでよろしくお願いいたします。最後はグッナイラビューをお送りします。私のライブでのラストソングにしている曲です。ロマンティックスローバラードでとても心癒される曲だと思います。聴きながらお別れです。それでは See you next time. See you next time.
ばりが降りる頃、君も優しさありがとう。明日も希望と君を夢見て深い眠りに落ちてゆく。 Good night, love you. Good night, I love you.本日の新民歌謡タイムお楽しみいただきましたでしょうか。まだちょっとねスタジオにゆうきさん残ってらっしゃいますのでお話をちょっとお聞きします。役者さんさっきのねちょっと続きになりますけれど、はい、縦あのチャンバラっていうか、そうなんです、あれやるの。そうなんです、実は僕の、あの役者さんの知り合いで、あの暴れん坊将軍とか、はい、あの水戸黄門に出てた方がいらっしゃいまして、はい、で僕もあの歌手でやらせていただいたんです、いただいてるんですけども、はい、何かこう表現の幅を広げるためにも、はい、ちょっと役者やってみたらいいんじゃないのっていうことで声かけていただきまして、うん、まあ、その方のご紹介で盾もちょっとやらせていただいたんですよ。あら難しかったですけど、難しいですか、やっぱり難しいです。見てるのとやるのと違うのね。あの剣道って本当に当てるじゃないですか、盾っていうのは、もうお芝居なんですよね。あ、そうですよね。実はこう切る役よりも切られる役の方が難しかったりするんですよ。あ、この間合いとか、この呼吸が合わないとできないんですよね。だからもうしっかりこう相手の目を見て、その間合いとか呼吸をちゃんと把握してバッと一瞬でやるというね。怪我もなさいました？怪我は大丈夫だったんですけど、僕は上手くないんですけども、先輩方がものすごく上手いので助けていただきながら盾をやらせていただいたんですけども。そうなの。そうですそうです、はい、見てみたい。今度出るとき教えて。かしこまりました。それで、ゆきさんは最後になりますけれど、幸せな、はい、自分が幸せだなって感じる時間ってどんな時ですか？そうですね、僕あの基本的にはもう普通に食べたりするのが好きですし、であとはやっぱあの僕運動も好きなんですよ。で運動でやっぱりこうボクシングジムに行ったりとか、やっぱあとはもう歌が好きなので、もうカラオケボックスに行って、ああそれは幸せ、もう普通にこう声を出して歌ってるっていうのが、もうとにかく幸せです、それが。はい、わかりました。その健康なことね、それ ね、 そうですね、ぜひまたお時間ありましたらスタジオ遊びにいらしてくださいませ、はい、ありがとうございます。本日本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、そんなわけでお相手は私大道真子、そして本日のゲストは結城和明でした。はい、それでは皆さん次回までごきげんよう。涙花
街よ風の寒さよ泣ける捨てていいのよ重たいならば夢は探せば他にある福寿草福寿草来るたび叫ばいI see.